どうも TQQ です。今回はニューメタの雰囲気漂うキリコホックを試してきました。キリコホックのいいところは鈴で阻害が消えるんで、ホグのアンチであるアナに対抗できるんじゃないかと。ほんでアルティメットのホールホックとオキツネを合わせると凄まじい火力になります。ホールホックは前段ヒットで秒間840ダメージが出て、プラスオキツネの効果で攻撃速度 1.25 倍で秒間1050ダメージ出る計算になります。まあ間違ってたらすいません。ほんでホールホックはノックバックがあるんでダメージを入れにくいんですが、壁際で使えば理論値に近いダメージも出せます。画面が血で染まるほど恐ろしいダメージ量です。今回は2試合あるんですけど、味方にキリコがいる場合のホックと味方にホックがいる場合のキリコのプレイ動画になってます。ぜひご覧ください。結局負けたんは俺らやったか。もう何してんねん。カシャーンしたわ。進めるか。止められへんかったいな、ここで。俺を撃て、俺を撃て。歌溶かしたらいいでしょう。完璧だ。うわあ、痛すぎるそのビリビリ。頭上打ったな。なんかホグいそう。てかホグがいる。いやー、連射マジでえぐい。あれ何万発出てんのやろな。淀川花火大会より出てると思うけど。勝ったわこれ。ホグ死んだらもう勝ちです。結構アルティメット使ったからもう前目で。ねえって、鈴は避けろ。おおお、いいのか。ナイス。あーなっさん、なんか死んだ。もうすぐホグが帰ってくるっていうね。ほんでモニューいこ。はい。あ、ナイス。あー、これはいけるな。あぶねー。ソジョン強。参考欄ね。ワキワキ。
まあでも怖いな。まずい、バティスト。でっバティワン。嘘、うわもうめちゃめちゃ多いわ人。絶対倒せる、絶対倒せる、ナイス。あーやばい、バティストが。お、強い。 OK、シュッシュッ。キャップ。この時間にアイコスすっといて。届くかな。 OK、 届いた、届いてるはず。次はおバリア使った。フォーブロー。なんかおけつねって導かれてる方は気持ちいいけどさ、導かれてない方はぁ。俺ら部屋中最強やから、もう部屋中追ってくれて。うん、待って、アナの相方って何？いや、ルシオな気がするけど、ルシオができないときは、しかもホグやし、これですわ。しかもファラマーか。あ、oh, that's a big impact。Reloading for a reboot。あれやばそう。ボブ一括、はい、やどこ行った。このリーパー can't see you right away。 パラナイス、ピースうまい。いや一回吸ったことあるけど、濃い濃い感じ。クールとかがタバコって感じだったら、ピースはタバコ。なんか濃さを感じるわ。This inmate wanna heal through that when you're by yourself, Kirito. Did you stop? Wait! 今めっちゃいいとこやったのに。I'm dead though, so watch out. Three of them, 4v3.Loading. Yeah, Nipa. You guys got the purple. No cooldown. They get hurt. He's dead. I'm gonna sleep. He keep contesting hard. Starrets, Starrets. Yeah, お前最強最強今。Is it?No vulnerability. Pretty good half. Sorry. 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 Sorry.
お前は絶対死な。No sleep. Kill it. ナイス、勝ったー。死ぬかもな。イエーイ。ナイス。ということで今回の動画はここまでです。この動画良かったと思いましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。じゃね。